ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、質問をいただいてますね。はい、椎間板ヘルニアって何っていう質問をいただいています。いただいてるっていうか、これ梅島さんからですね。そうですね、今日は実は僕からの質問なんですはい、はい、ちょっとこの前ヤフーでなんかネットサーフィンしていましたら、はい、なんか椎間板ヘルニアに関する記事を見つけたんですよ。へー、もう僕アンテナ立ってるんで、いつもこの辺の、はいはいはい、でなんか椎間板ヘルニアって、そういえば言葉は僕よく聞いたんですよね、今まで。あ、椎間板ヘルニアってなんか、はい、ああよく聞くなっていう。で改めて、あれ椎間板ヘルニアってでもどういう症状なんだとか、はい、ヘルニアって何、椎間板ってどこって、なんか記事を見て思ったんですよ、はい、あ、これはなんか土屋先生に聞きたいなって思ったんですよね、はい、でこの記事の内容も、はい、なんかですね、すっきりしなかったんですよ、読んでて。なんかこれお医者さんがなんか書いた記事なんですけど、はいはいはい、なんか椎間板ヘルニアは、まあ、こういう症状で、はいはい、こういう治療法がありますよみたいな感じで、まあ、いくつか並んでたんですけど、はいはい、なんか結局どれが一番効果があるのっていうのが分かんなかったんですよ、なんか読んでて、はい、全然すっきりしないなってことで、これは土屋先生にすっきりしてもらおうっていうことで、私にすっきりしてもらおう私にすっきりしてもらうじゃないに聞いて、僕がすっきりしたいなっていうことで、今日ちょっとごめんなさい、はい、よろしくお願いします。んですけれども、今日大丈夫ですか？前説あるんですか？これ前説ないです。あ、ないですか？これ引き出し今のは説明かと、本題説明かと思った失礼しました。はい、はい、ちなみにどこの記事なんですか？これですね、はい、ヤフー記事で、ちょっと待ってくださいね。あ、現役医師が解説って、これ追加、あ、そうです、それです、それです、幻冬舎ゴールドオンライン、あ、そうです、さっき送った、はい、はい、幻冬舎オンラインの記事ですね、はい、あ、でなんか結構れっきとしたお医者さんが書いてる、まあ名前はちょっと伏せますけれども、はい、あの現役医師って書いてありますから、はい、まあお医者さんですよね、はい、はい、でなのでちょっと、まあ、土屋さんにもこれちょっと実は先生にもあの共有させていただいて、はい、でもスタートがいきなり電気治療について始まるのか、はい、そうなんですよ、はい、今さらっと今ずっと名答して、うん、ちなみにヘルニアって言葉は、あ、そうそう、その辺もちょっとお聞きしたいなと思って、まあもうラテン語で突出する、はい、飛び出るっていう意味なので、だから椎間板ってい こう骨と骨の間のクッションがあるんですけど、うん、膝の半月板とかと同じような硬い、うん、まあ、ゴムみたいな性質がありますが、一応硬い軟骨みたいな感じの。椎間板っていうのは 軟骨なんですね。軟骨っていうと骨についてる関節表面のことなんです、はい、それとほぼ同じような材質です。あ、はい、あ、材質ですね、はい、あ、ちょっと柔らかいんですか？柔らかいです。水分、あの水が豊富なので。で、ただでも骨のと骨の間にこうあるあの ゴムみたいな感じだけじゃなくて、うん、それだと本当にグミの上にこう、まあ、体重がこう乗ってる感じで不安定になっちゃうので、うん、あ、確かに、その、 あのゴム状のものの中心に硬い、うん、あの軸となるような、うん、角があるんですよ。うん、はい、その軸があるからこう曲がったり、あの右左にこう動きやすくなるんですよ。じゃないとゼリー状の上に乗ったらただのプルンプルンこうやって動くだけなので不安定になっちゃうので。そうですね、はい、あ、じゃあそれは突き刺さってるんじゃなくて支えてるって感じですか？支えてる感じです。ビー玉みたいに、あ、ね、あのそこのゼリー状の中心にビー玉みたいな硬いものがあるんですよ。へ、はい、でそれがあるからこう、うん、
前後左右こう動きやすくなってるんですが、はいはい、簡単にでも構造上そういうビー玉みたいに硬いものがあるから、うん、例えばですけどもイメージしていただきたいんですけども、うん、まあ、あの背骨を思いっきり反っても曲げてもあのいいんですけども、うん、どっちかに例えばお腹の方に曲げた状態で、うん、それでジャンプして着地したらドンっていうような圧が加わるじゃないですか、うん、そうですね、ビー玉どうなっちゃうと思います？いや割れちゃうんじゃないですか。割れないぐらい硬いんですよ。割れなかったらどうなると思います？割れなかったら軟骨がへこみます、ぐしょって。それはまっすぐ上からじゃないですか。今話したのは斜めにこう、はい、斜めからですか？違います、斜めの状態で上からです。え、なんかじゃあ押し出されちゃうんじゃないですか？そうです、はい、はい、ビー玉そういう風にしてあのなったのが、うん、椎間板ヘルニアっていうように、まあ、ちょっとだけ出るのか本当にスポンとその骨の並びの背骨から出るのかっていうだけの違いなんですけ ど, あ、割と変な角度から外部から圧がかかって、はい、でそれで勢いが、まあ、一発で出るときは、はい、一発で出るときはそれですし、それが何回も、曲がってる状態で圧が、うん、あの何回もこうやって繰り返すとちょっとずつちょっとずつ後ろにずれちゃうっていう。へ、前方には出ないんですよ。前方には出ないんです、ね、はい、背骨の前方にはものすごい硬い靭帯があるので出れないんです、はい、あ、それがもう障害になって出れない、はいはい、後ろはそこがあの動くようになってて、あの出れるスペースがあります。あ、出るんですね、はい、横はどうですか？横も出にくいです。あ、横も出にくい、はい、あ、じゃあ割と後ろ側に出るってことですね、はい、で後ろ側には実は、はい、まあ、あの脳からずっとあの神経がこう通ってる空洞があるので、うん、穴があるので、うん、だからそこに出ちゃうと、うん、昔の人は、うん、あのそこの神経にヘルニアっていってこう突出した部分が当たって、うんうん、神経を圧迫しちゃうっていうのを腰痛の原因とかにしてたんです。あー、なるほどね。じゃあ痛みってのはその神経が触られてる痛みだったりもするってことですね。稀ですけどね。あ、稀ですか、それは。はい、あの神経ってもう、例えば鳥の手羽とかをパキッてやったらツーッとこうあの出てくる、すっごい柔軟性の高い神経なので、それを、うん、あの飛び出たヘルニアって言われてる飛び出た部分が、うん、本当にズレがないようにそこを押し出すっていうのは不可能じゃないですか。なるほど、はい、それあのどっちかにこうあのそうですね、ずれたりとかして、でしかもその神経っていうのは、うん、頭を動かしたり腰曲げたりとかっていう、うん、そういう動作の時に、うん、あの 2,3 センチこう動くんですよ、うん、はい、でそんな 2,3 センチもこんなって動いてるのを1点でずっと圧迫し続けるなんて、うん、なありえないじゃないですか。ちょっと難しいですね、はい、なんか挟み込んでるならまだしも、うん、あのそこの動かす部分は関節のすぐそばで空洞になってるので、うん、あのその説はもう今否定されてます。でそれは腰痛学会でも、はい、あのもうあの2012年だったかな、うん、もう NHK 特集でもされてましたが、はい、あのそういうことはあのないっていう意見の方が今強くなってるんですよ。あ、そうですか、はい、だからヘルニアで神経圧迫してあの腰痛になりましたっていうお医者さんは、うん、腰痛の今 の, あのトレンドを知らない、うん、人だと思っていいと思うんですよね。うん、じゃあそれで言うと椎間板ヘルニアの痛みってどういうのが一般的な、どうして痛みが起きるんですか？その説明をする前に、はい、健康な症状、うん、腰痛の症状のない人でも、うん、7割の人は椎間板がこう出てるヘルニア、もしくは、うん、背骨自体が変形してるっていう人、うん、7割いるんですよ。じゃあ僕もそうかもしれないですよ。7割ですよね。はい、大体 の, あのもうあほとんどの人はこうなんか変形してたりヘルニアになってるんですよ。ヘルニアになってるとですね。で首に至っては9割なんですよ。じゃあほとんどの人だから、はい、腰痛になったからあのヘルニアが原因なのか、はい、腰痛になって写真撮ってみたらたまたまヘルニアの部分に痛みが出たっていうのが、はい、どっちが先だか分かんないんですよ。あ、なるほどね。はいはい、これノーベル賞とね、この業界のノーベル賞と言われてる賞があるんですけども、それを取ったあの研究が、うん、あのそういったあの椎間板と、関節の変形が、
健康な人の7割になるっていうのを、うん、ボルボ賞って言うんですけども、うん、それを取った論文ですごく有名なんですけども、うん、それを知らない先生が、はもう潜りですよね。あ、そうですか。なるほど、うん、でそういう研究をいっぱいこう重ねてきて、ガイドラインっていうのをつくんですよ。で研究の中にも、はい、バイアスがかかるって言い方しますけど、はい、民間の人が、うん、お金出して、うん、でね、腰は筋肉痛が原因ですよっていう論文を書いてくれたら、うん、シップが売れるから、うん、お金を出してでも、うん、お金で下道製薬とかそういう世界なので、そうなんだ。だから論文も研究だから全部正しいとかっていうのは分かんないから、それも含めて、はい、論文に、うん、ランクをつけて、これは確からしいから、ね、怪しいっていうやつをこう集めて、はい、で、それを全部まとめたのがガイドラインです。あ、それはすごく信憑性あるというか参考になりそうですね、はい、ガイドラインが。で毎年もう何千だか何億だかすごい数の世界中で腰痛 の、うん、研究の成果が上がってくるのを、うんうん、もう一番最初はアメリカなんですけど1994年もう20年以上前ですよ、うん、にガイドラインができて、その後、うん、ヨーロッパ のガイドラインができてっつって、うん、でガイドラインっていうのは、うん、古くなっていくので、うん、大抵 3,4 年に1回改定していくんですよ。あ、だからもう 3回4回改定しまくってるんですけど、うん、その中にも、うん、腰痛っていうのは、うん、こう、組織が損傷して構造的に腰痛になるっていうわけじゃないよっていうのが、うん、分かってきて、ほんの 1% 未満 の、うん、数が、うん、だけそういった脊髄神経の症状がどうだとかっていうので、その他の 99% は、はいはい、何が原因かわからない腰痛なんですよ。あ、そうなんですね。で神経症状ができて、そうなんですよ、はい、神経症状が出てるって言われてるものが、はい、まあ論文というか研究次第なんですけども、はい、15から30% って数字です。でその他のほとんど7割以上、うんうん、85%、7割から 85% は、うん、非特異的腰痛っていう名前ですけども、はい、なんだかよくわからない腰痛ですっていう括りなんですよ。そこがもう大部分だと思います。大部分です。あ、そこなんか知りたいな。はい、でそれは場合によっては、うん、ただ明確なのが、はい、姿勢動作と関係してるっていうのが明確なんですよ。ああ、なるほど。はい、だから曲げたら痛いとか、ああ、はい、伸ばしたら痛い、いろんなパターンありますけど、あるいは使いすぎたら痛いとか、使ってる時は調子いいんだけども、うん、朝起きたら痛いとかっていうふうに、うん、姿勢動作と関係してる腰痛っていうくくりで、非特異的腰痛っていうのが 70% から 85%。はいはい、でほとんどの人はそれなので、うん、でそれを治していくのももうその原因ばっかじゃなくて、うん、ガイドラインなので、うん、どの治療方法が効くかっていう、そういった、そうですね、こともこう情報が並んでるので、急性ね、もうぎっくり腰でもいいですけど、なったら、うんうん、1週間目は、うん、とりあえず、うん、日常生活を痛みのない範囲で続けなさいっていうのが一番。あ、なるほど。あ、はい、痛みのない範囲 で湿布は効かない、はい、湿布効かない、はい、針も効かない、針も効かない、電気も効かない、何も効かない、何も効かないんですよ。あ、そうなの。ガイドラインがそういうふうに言ってるんですね、はい、へえ、そうなんだ、はい、だから電気治療の話をこの始めてる自体でもう全然アウトなんですけどへえ、はい、なるほど。あ、じゃあ何もせずに、何もせずっていうと日本の人は絶対安静しちゃうんで、あ、そっかそっか、できるんだったら仕事もした方がいいです。あ、いできるんだったら歯磨きしたり、そうです。ただ痛みのない範囲っていう、はい、痛みのない、はい、でその痛みのない範囲を広げていくっていうのが、はい、一番早く治せる方法で、で、なるほど、はい、慢性腰痛に関しては、はい、針だったりとか、でもその中に電気も効かなかったと思うんですけど、引っ張る牽引治療っていうのがあるんですよ。牽引治療、はい、昔から日本でやられてきた方法なんですけども、あれは何にも効かないんですよ。何も効かないです、はい、だからここでずっと出てました、ね、はい、牽引治療 の説明してるのでこの人腰痛の専門家じゃないと思うんですよね。なるほどね、はい、そんな人がこれ答えちゃいけないんですよ。あ、バッサリ出てました、はい、ここ の、 記事は、はい、
まあ、電気治療の話があって、なんとか治療があって、権威治療があってっていうような治療方法の手段ばっかこうやって並べてるから、うん、結局なんで治すのとかっていうのに答えてないじゃないですか、うん、そうですね、すごくあやふやでしたよね。あやふやですよね、はい、だからちょっとこんなのネットで載せていいのかなぐらいのレベルだと思うんですよ。しかもお医者さんですからね。お医者さんで、あ、だから風邪と同じような感じで、はい、まあ、誰しも、まあ、腰痛になることはありえるんですけど、はい、同じようにちゃんと治りますから、はい、なるほど、はい、で、はい、心理的な面もすごく大きくこう影響するっていうのも分かってるんで、あ、そうなんですね、はい、ガイドラインに書いてあるんですか。ありますよ。あ、あります。あ、はい、だから、会社でぎっくり腰になって数日間はどうしても出れないから休むっていう状態になったとしても、うん、顔だけちょっと出すとか、あるいは会社の人も、はい、早く戻ってきてとかっていうような、はい、コミュニケーションを続けるとかっていうようなことをすると、うん、すると、はい、早くなるんですよ。あ、早くなるんですか。はい、それはなんか新しい情報だな。そうなんですね、はい、で治療科の人も、まあ、こう治療科聞いてる番組なので、治療科の人も、ネガティブに、うん、痛みどうですか、あ、今日は安心してくださいとか、うん、あ、大変ですねとかって言ってる治療科よりも、うんうん、20% 増しで、うん、もう元気よく腕がなくても、うん、今日もさ、直していきましょうみたい な、 なそういう雰囲気が、あ、いい人、ポジティブな人 の、はい、治療成果はすごいいいんですよ。あ、いいんですね、はい、それだけで、はい、20% 増 し、 20% 増し、それは結構ですね、はい、あ、じゃあそれだけ何でしょう、心理的に受ける影響、はい、影響大きいです。これ歴史とした治療方法ですね。治療方法です。で、専門家は注意しないといけない。特にお医者さんって名前がつく人は、うん、あなたはこれですっていうふうに、うん、診断名とかつけると、うん、レッテル貼りっていうんですけども、うん、もう患者さんも、あ、私はこれなんだって思い込んで、そこから脱出するのが難しくなっちゃう人もいるんですよ。あ、なるほど、はい、じゃあそれも人よりきりですけど、まあ、明言するのを避けた方がいいっていう人もいるってことですね。そうですね。あ、なるほどね、はい、でかなりこう腰痛っていうものが科学的に分かってきているので、うん、そこから言うとこのなんか記事はうんって思いますよね、はい、まあ、ただヘルニアっていう話で言うと、うん、本当に突出したものをどうにか取った場合、取った方がいいっていう場合はすごく率が少なくて、うん、取ったとしても、うん、手術をしなかった分と、うん、比較をすると、うん、5年後ぐらいには、うん、再発とかも含めて成績が同じなんですよ。だったら別に手術しなくてもいい。そうですね、の方が全然いいです、ね、で5年後になると反対に手術をした方が調子が悪くなってくるんで、基本的には腰痛はその 1% のもう本当に、はい、両足にしびれが出ちゃってるとか、1% のなんかがんがあるとか、なんか全然違う運動器って我々言うんですけども、筋肉が引っ張られたのか骨がぶつかったのかっていうような原因のものでないもので、こうすぐ治療しないといけないっていうもの以外は痛みのない範囲で通常生活を続けると、そうするっていう、はい、あとはその心理的な影響も大事なので、はい、まあ、いつも通りの関わりを持つということですよね。はい、社会的つながりというか、はい、あとはお医者さんからのポジティブな雰囲気作りというか、はい、そうです、はい、あ、すごいすっきりしました、先生、ありがとうございます。私はだから椎間板ヘルニアだよって、はい、まあ、こういう情報知ってるからんでっていうことなんですよ。全然状態はそれだとしても、はい、それが原因かどうかなんてもう全然誰にも分かんないし、なるほど、だ画像なんてと撮ってそれがあったからって言って、はい、被爆してるだけで、なんか100あって1全然、はい、意味もないことをずっと日本の人がやってるからやってるみたいな、はい、世界中でも MRI だとかこういったレントゲンとかを撮らない方向で言ってるのに、はい、被爆率すごいんですよ、日本の人って。レントゲン、はい、そうですか、知らなかった、それも、はい、なるほど、はい、そういう権威的な協会だったり機構がもうガイドラインとして出してるってことですね。出してますね、はい、日本のはちょっとその心理的なところをカバーしなかったり、 あ、 そうです、あんま良くないです。あ、はい、ヨーロッパガイドライン、アメリカのガイドラインです。いや、先生、今日もありがとうございます。すごい勉強になりました。知らない、まあ、そもそも私のやってるオナトス療法は、はい、背骨の専門家ですし、うん、もう腰痛に関してはもう
ものすごく深くやってますんで。そうですよね。はい。わ、はい、かりました。そんなあのオランダ都市療法なんですけれども、はい、あのなんか LINE をやっているということで、はいはいはい、で僕もちょっと見ましたけれども、はい、なんかあれですね、無料の勉強会が結構やってらっしゃるので、はい、やってますね。その情報がその LINE を通じてあの、得ることができるので、はい、ぜひちょっと皆さんあのちょっと概要欄のところにもこの URL を貼っておきますので、はい、ぜひこの LINE をちょっとチェックしていただきたいのとですね、はい、あとは先生あの YouTube やってらっしゃるじゃないですか。やってますね、はいはい、あのライブ配信あの僕もちょっと見ましたけれども、あれすごいですね、1時間半ぐらい頑張ってますよ。やってますね、はい、で一つのテーマを決めて土屋先生がですね、その一つのテーマ1時間半ぶっ通しでもう深掘りにも掘り下げ掘り下げ、もう土屋先生の知識と経験、今までの知識経験を惜しみなくあの出してくれているので、あのすごく皆さん勉強にこれはなるんじゃないかなというふうに、まあ、素人ながら僕見てて思いました。まあ、ライブだから途中でね、あの、はい、質問くればそれに、あ、そうかそうか、受け答えもしてくれるっていう、はい、はい、なのでこれ週2日やってるんですよね先生。まあ2日ですね、火曜日と木曜日、はい、ぜひこちらもちょっと概要欄に URL を貼っておきますので皆さんもチェックをお願いいたします。これいいと思いますので、はい、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、じゃあ先生本日もためになる情報ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。